大谷翔平、愛犬デコピンのキャンプ帯同を明言。ドジャース移籍後初のファン交流イベントに出席。ドジャースの大谷翔平投手は、3日日本時間4日、本拠地、ドジャースタジアムで行われた、ファンフェスタに参加した。ステージショー登場前には報道陣の取材に対応。キャンプへ愛犬デコピンを帯同させることを明かした。昨年の MVP 発表の際に、大谷の隣にいることで話題となった愛犬デコピン。キャンプについて聞かれるとキャンプは行きますねと断言した。一方でシーズン中は遠征は物理的に行けないと思いますね。と苦笑いだった。昨年12月の入団会見はファンには非公開だったため、この日は移籍後初めて、ファンと交流するイベントとなった。キャンプ地でもライトの光を追っかけさせてデコピンと遊ぶのか。デコピンのグッズ、もうすでにあるんだよな。球春、来たる。いよいよ野球のシーズンが始まるね。ワンワンを。ワイもデコピンになりたい。デコピン来たー。ドジャースキャンプは昔はフロリダのベロビーチだったけど、今はフェニックス近郊だから。車で行けんこともないが、飛行機乗せてくんかね。レジャーやね。デコピンたそう。大谷ならハウスキーパーやドッグシッター雇えるだろ。デコピンの服普通の犬が着ても似合わねえ。ファンフェスでの大谷インタビュー。終始リラックスしたいい笑顔だ。デコピンは保護犬なのかな。犬を飼っていた経験がある大谷だからかリラックスしているな。ファーストクラスかプライベートジェットスから、いつも自家用車でアリゾナに来るよ。アリゾナなら車やん。今日の大谷さん、肘の手術後が想像以上にエグすぎる。これで来月の開幕間に合うんか。大谷翔平の健全さよ。犬かわいい。デコピン、メジャーリーガーはキャンプ地はキャンプ地で家があるんだろ。そら留守番させとく必要ないわな。夜もライトで遊ばせ放題よ。デコちゃんかわいいよデコちゃん。しかし大谷にセキュリティが10人以上作って、あっちって相当治安悪いんか。球場内なのに、デコピンのバブルボム人形も作ったらおもろそう。映画8みたいに大谷とデコピンの映画も作れそう。このチャンネルでは南西でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。